こういう人を救いたいからこういう薬品が欲しいってなった時に患者さんのもとに確実に届くんだっていう全体を最初にこう設計できるようなそんな理論を構築したい。最終的にはそれを、まあ、製造プロセスとか、まあ、細胞とかだけじゃなくて社会スケールまで広げたいなって思ってるので、杉山研究室博士1年生の岡村梢です。抗がん剤などの医薬品を工場でどれだけ効率よくまた品質高く作れるようにできるかっていうことをシミュレーションを使って求めに行く研究をしています。高校の時にはスーパーサイエンスハイスクール SSH に指定された高校に行っていて、かなり理科の授業が多く組まれているようなクラスがある高校でした。私が一番力を入れてやっていたのはそのあんかけの保温効果を検証するための研究でした。あんかけって他のサラサラしたスープとかよりも、まあ、熱々の状態が長く続くなって思っていて、最後まで熱々のあんかけ丼を食べるにはどれくらいとろみをつけたらいいんだろうっていう些細な疑問からスタートした研究でした。これが、私が高校1年生の時にグループで研究をしていた、まあ、あんかけをテーマにしたスライドです。最後まで熱々の状態で、まあ、完食するにはどんな条件であんかけを作ったらいいんだろうということと、あとはその硬さ、まあ、美味しくなかったら意味がないのであんの硬さがどんな風に変わっていくかっていうのをまあ調べることが目的でした。片栗粉の濃度を、まあ、水 100ml あたり 3.9g 入れていただいてであんを作った後に、まあ、ご飯 150g にかけて12分以内に食べれば大丈夫ですあんかけ丼の研究で重要なのはあんかけが美味しいっていうことなので、保温効果を最大にしたければもう固形のあんかけを作ってしまえばいいんですよね。でもそれは全く意味がないので、クラスのみんなにあんかけをひたすら食べてもらって、そういう何でしょう、ただこう温度計と片栗粉を溶かした液と向き合うだけじゃなくて、人間と向き合っているふうな、まあ、実験だったっていうのもすごい面白かったです。この瓶の中に詰まっている注射剤としてこの物質を使いたいんですけど、まあ、この物質がどこからやってくるかっていうと、まあ、ここに書いてある細胞、動物の細胞がこう生み出してくれてます。抗体って呼ばれるものがあるんです。タンパク質があるんですけど、でそのタンパク質を、まあ、人工的に作って薬として利用してしまおうっていうのが私が今着目している抗体医薬品、その細胞の力を借りて、まあ、製造をしています。私は特にこう細胞に抗体を作ってもらうっていうその過程で、まあ、いろいろ技術の選択肢があるんですね。一個ずつの工程を掛け合わせる数式を作っていくってことなんですかね。はい、まあ、バッチリ 100% 現実をこの計算式で再現できたとは言い切れないけれど、まあ、うまく真似はできているっていう感じであるっていうのがここに示されています。で同じようにこう抗体濃度、その目的の物質の濃度も時間が経つにつれてどんどん増えていきます。そのシミュレーションの力を借りてある程度こういう組み合わせだったらうまくいきそうだぞとか、よりプロセスが良くなりそうだぞっていうのを、実験を実際にする方にこういう条件でやってみてはいかがでしょうっていうそのサポートをするような、そんな立ち位置の研究をしています。理論とかを突き詰めるっていう基礎研究の方よりも、その基礎研究の成果を社会に持っていくっていう、そういう橋渡し的なところにすごく興味があったので、あ、これはすごい私が興味を持っていた、そのもう研究の基礎の基礎の部分のこう技術とかを社会にどうやって届けるかの部分をやってるなと思って、面白いなって、面白みを見出していた感じです。私が中学生とか高校生の時もそうだったんですけど、まあ、自分がこの先何をやりたいんだろうとか何になりたいんだろうって全然決められなくて、私が今やってる研究を高校生の時の私に説明しても絶対に面白いって思えないと思います。でそれは私がやりたいこととかを探していく中で、今やってること面白いと思える自分に少しずつ変わってきたからこう出会えたのであって、その探す過程を
楽しんでやるっていう気持ちでいてもらえたらいいんじゃないかなって思います。普段実験をしてくださる方とコラボレーションをして研究を進めていく中でいろんな分野の専門家の方がいらっしゃって、で、まあ、私はそのプロセスシステムっていう分野から来ていて、全体としては人々の健康に貢献するみたいなことがまあ最終目標なんだろうなと思うんですけど、短期的にはそれぞれ目指しているものが割と違って、結構議論するのもすごく刺激的で楽しいですけど、同時にかなり難しい。で、私最終的にはそれを、まあ、製造プロセスとか、まあ、細胞とかだけじゃなくて社会スケールまで広げたいなって思ってるの で、そうするとより関わってくる人が多様に なりますよね。その議論を進める、まあ、ベースとなる理論を構築したいなっていうのが今目指しているものです。